はい、で、小池知事の定例記者会見を始めます。知事、よろしくお願いします。はい、今日も何本かお伝えいたします。コロナに、冒頭コロナに関してでありますが、言うまでもありません。今、特措法、法律に基づいて最も強い措置、緊急事態宣言下にあるわけでありますが、昨日の新規陽性者数は5042人、7日間平均が約3600人、増加比 164%、 極めて事態は切迫していて、これは人事ではないということです。で、昨日のモニタリング会議にですね、感染状況と医療提供体制が引き続き最高レベルの赤で、専門家からは爆発的な感染拡大が進行していることと、医療提供体制が逼迫しているとの認識が示されたところであります。で、宣言が出た後のですね、減少していたレジャー目的の繁華街滞留人口、残念ながら先週後半からちょっと増加に転じているんですね。それからデルタ株への急速な置き換わりも進んでいるところです。この急激な感染拡大、専門家の先生方もですね、デルタ株の影響が大きいとおっしゃっておられますし、またこのデルタ株、従来株よりも2倍感染力が強いということで、さまざま準備もしてきていたわけでございますけれども、この現実の感染力に応じた対策は必要であります。で、そうしますとですね、基本に立ち返って、人と人との接触を徹底的に減らすということが重要になってまいります。で、このデルタ株の感染リスクですけれど、昨日各先生、東京 ICDC の座長を務めていただいております専門家の各先生の方から、理化学研究所のですね、研究を内容を改めてご紹介いただいておりまして、それは皆さんご承知、富岳ですね、スーパーコンピューターの富岳を使ったコロナ対策プロジェクト飛沫感染チーム、その研究内容であります。そしてこの研究のポイントはですね、3つあるんですね。距離と時間とマスク、この3つで、まず距離なんですけれども、このデルタ株というのは従来株と比べて感染リスクがですね、高いと。逆に従来株と同じ感染リスクに抑えるためにはですね、やはり感染症ですから、人と人との距離を取ることが必要ということで、あります。そして2番目の柱が時間ですけれども、デルタ株は従来と比べますと半分以下の会話時間で同じ感染リスクという、そのような研究の内容になっております。で、その際はですね、マスクを正しく着用する、そして感染リスクを軽減させると、これをまた基本に戻るということになります。3つ目がまさにマスクでありますけれども、マスクの着用効果の比較を改めて皆さんに、この富岳を通じての研究内容をお伝えしておきたいと思いますが、不織布、それを顔にフィットさせる、フィットかルーズかによってですね、効果が違うというのがここの数字でも出てるわけですね。同じ不織布でもこのルーズなつけ方と、それからちゃんとフィットさせた形なのかということだけで、これだけ、で出す方と吸い込む方と、それぞれパーセンテージ数字で示されているように効果が違うということであります。暑い最中にマスクするのは大変です。だけどするからにはですね、しっかりとおつけいただくことが自らを守ることになるし、人に対してもきちんと守られるということになります。人様に対してもその影響を与えないということ。そしてこれらの研究の成果を踏まえてですね、この今目下のデルタ株という大変な強敵、ここから身を守るというその必要性があります。そこで改めての都民の皆様へのお願いになるわけであります。法律上お願いという形になります。で、来週から、いよいお盆休みであって、夏休みも本格化ということになります。改めて不要不急の外出の自粛、そして旅行、帰省、中止、そして延期、これは前からお願いをしているところです。
で、いつもと違う人には会わないようにしていただきたい。で、まあ、やむを得ずですね、人と会って会話をしたり、買い物にお出かけになる際、人との距離をしっかりと取って、できる限り短時間でマスクも正しく着用すると、この3点セットよろしくお願いいたします。その際は何度も言いますけれども、不織布のマスクが望ましいと。それから家族以外の方とやむを得ず会食なさる場合は、ご自宅も含めまして少人数で、小声で、短時間で、またできるだけですね、真正面に、これ富岳のいろんな研究の時もですね、飛沫がどういうふうに飛ぶかっていうので、その際はですね、正面でなくて少し斜めにして座るとい う, こうテレコみたいな感じで、座るなど、まあ、今この飛沫を避ける工夫も徹底をしていただきたい。それから公共交通機関のご利用ですけれども、その乗っている際は会話を控えいただく。発熱、それから咳、下痢など、もともこの症状があるなと思ったらですね、ぜひ公共交通機関も利用しないと、利用避けていただくということが必要になってまいります。それから事業者の皆様方にお願いをしたいんですけれども、このお盆休みなどの機会を捉えてですね、これも前からお願いしておりますが、改めてこの機会に計画的な長期休暇、テレワークの強化、時差出勤などとの組み合わせで出勤者数7割削減をお願いをいたします。これもずっとお願いしております。またかではなくて、経営方針として、ぜひ、社員を守っていただきたい、よろしくお願いします。そして多くの方々が利用される商業施設、集客施設ですけれども、これは特に不特定多数の方が利用される施設になりますとですね、一度に入る人数を一定数に制限をしていただきたい。去年の頃はですね、例えばスーパーや、それから商業施設のデパートなどですね、入る際にですね、人数をこう絞って、このみんなが一度にドーッと入らないように順番も持っていただいたりしていた。そしてまた、それに入る際にはですね、ソーシャルディスタンスを取っていただいて、ペケ印とかですね、シール貼ったりして間隔を取っていらしたのが、今やそのあまりそれが守られていない。ですがデルタ株は、先ほど申し上げましたように、距離の問題になってきます。これまで、だんだんこの短く、距離が短くなって、ましてやもうその印がついているのを無視してレジあたりは混雑をするというような状況が散見されますが、ぜひともこの徹底した入場整理をですね、商業施設、大規模なこの集客施設のところ、ぜひともそういった整理、入場整理ですね、これを行っていただきたい。また施設の中で今申し上げましたように、少なくとも人と人との距離 1.8m 確保できるようにしていただきたい。それからこれも前はですね、店員さんなど担当決めてですね、消毒とか検温の徹底ですね、またかと言われるかもしれませんが、デルタはまたかじゃなくてもっと強いのが来ているということで、巻き直しをお願いをするということです。それからお客様への短時間利用の呼びかけもですね、ぜひともお願いを申し上げます。それ先ほどちょっと社員も守ってくださいということをお伝えしましたけれど、従業員に感染が広がっている事例が出てきていますね。で、従業員を守るためにもですね、これらの対策万全を期していただきたい。
そして従業員にマスク着用を改めて徹底をさせる、それから少しでも熱があるなど体調が悪いという従業員には休暇を取らせ、また外出は絶対に控えるようにと、そのように伝えていただきたいと思います。そして、おかしいなと思ったらかかりつけ医などに相談をする等々、これらのことをしっかり、この結局お店、が休業せざるを得なくなったり、するのは経営にも響いてくるかと思いますので、その点徹底をお願いをいたします。こうした取り組みについて関係する事業者の皆様方にですね、先ほど各種業界団体にその旨をお願いをしたところであります。ぜひこのデルタ株と戦う、そしてこれ今この夏休みのこの時期にですね、改めてしっかりと対応することが重要でありますので、ぜひとも事業者の皆さんも、そして個人の皆さんも、今申し上げてましたようなことについては、この強敵デルタ株との対峙ということで、ぜひ徹底してお守りいただきたいと思います。それから着実に進んでおりますワクチン接種なんですけれども、昨日の各先生からのご報告でも、ワクチン接種がですね、進んだ高齢者は患者の発生、として抑えられているという報告をいただきました。でご覧のようにですね、このこれまでのような高齢者の重症や陽性率などを勘案しますと、ワクチンが進んでいるいないによってかなり数値に、違いがあるということで、このワクチンゲームチェンジャーでありますけれども、関係団体などと連携をしてワクチンの確保、それから接種のその促進に取り組んでいるところであります。でこれは高齢者の方々から始めましたけれども、全世代の皆様が積極的な接種をお願いできるように、今日もですね、都庁で、多くの接種が行われていますし、また各区市町村も体制を整えながら進めておられますし、またさまざまな職域等もですね、取り組んでおられるところであります。でワクチン接種に関して、特に若い方々などに対してですね、改めて普及啓発をしたい、そこで動画を作成をいたしましたのでご覧ください。どうぞ。ワクチン接種券届きましたか？迷っている人も接種券は捨てないで、ワクチンを打つと決めたとき、あなたにはその接種券が必要です。はい、各区市町村から接種券がもうあらゆる世代に行き渡っているかと思いますが、その扱いについてですね、特に若い方々その接種券大切でありますし、よく確保しておいていただきたいと思います。今各国でですね、その接種の証明がないと入れないとか入国できないとかね、結構それ広がっていますしね、この点、接種券を持って、そして大学における接種会場も都としても設けております。それぞれ、その大学そのものが職域になって進めているケースもあります。それからアルバイトやさまざまなところで、この活動しておられる若い方々にもワクチンが行き届くようにさまざま工夫をしているところです。でただSNS 上にさまざまな情報が流れていて、ワクチンの副反応が不安だとか、ワクチンを打つかどうか迷っているというそのようなこともつぶやかれたり発信をされたりしているかと思います。
で、改めてこの区市町村からのワクチン接種券届いているかと思いますので、ぜひまず重要な情報を同封されていますから、まず封筒を開いて説明をしっかり読んでいただいて、ワクチンの効果そして副反応十分に理解をしてください。その上でぜひ積極的に接種をしていただきたい。で、この接種券を大切にしていただくという動画ですけれども、東京動画に掲載するほか、テレビウェブで発信をしてまいります。また特都のワクチンポータルサイトでも、ワクチンに関しての正しい知識の普及啓発に向けました情報、これらも掲載しておりますので、参考にしていただきたいと思います。それから医療提供体制であります。先生方から入院医療、そして、宿泊と受宅、それぞれ療養、この3つの体制をですね、緊急時の体制へと移行する必要があるというご指摘を昨日のモニタリング会議でもいただいて、で、都として緊急対応という形で入院の重点医療機関について整理をしております。それは重症中等症と軽症中等症、その役割を明確化をし、また宿泊療養施設の重点化、自宅療養者のフォローアップ体制、この拡充、それをですね、医療機関、そして保健所とともに進めてまいるということです。で、ご自宅で療養される方々にはぜひしっかり回復されて日常の生活に戻れますよ、都がさまざま支援策を用意しております。また体調の異変に気づいた時の対応などにつきましては、後ほどSNS などでまたメッセージを発信をしてまいります。だから今回のお盆休みでありますが、本当に大事な期間になるわけです。で、このお盆休みの機会を捉えまして、ぜひとも人と人との接触劇的に減らす、そして、先ほどから申し上げております強敵である、手強い相手であるデルタ株による感染の拡大を防いでいきたい、そして都内のワクチン接種についても着実に接種進捗しております。で、このままいきますと8月末にはですね、約6割の方が1回目を完了するという見通しになっております。このワクチンという武器がですね、皆さんに行き渡るまでの間はですね、この感染防止に向けた意識と取り組みの徹底、ご自身大切な人の命を守ることにつながる、前から申し上げているように手指消毒であるとか、それからマスク、アクリル板を置いて、また会食などでの注意短くと、いろいろなこと、これは、ウイルスから身を守る専守防衛だということを申し上げてきました。守りに徹するしか、治療薬もワクチンもこれまであまりいなかったわけですから、でそのワクチンが進んでいることはまさに武器を手に入れたわけで、この武器を身につけることによって、これまでの専守防衛に加えてしっかりとした武器対応と攻守ともに備えていくという方法、世界でがですね、一様にこの新しいデルタ株などの変異株対策に頭を悩ませている、そしてまた日々このワクチンなどの開発がそれに伴ってまた出てきたり、イギリスなどはほぼ9割型の接種ワクチンの接種が終わっていて、それで2回目の人も打つ方々も70数%で、それでいてそこでいろんな活動をもう規制を取っ払って、じゃあどうなってるかっていうと、結局また3万人ぐらい出て感染してはいるけれども、重症者とか死者についてはかなりね抑えがあるということ、イギリス並みに行くにはまだまだ
ワクチンの接種を広げなければなりませんけれども、そういったさまざまな国々の方策なども参考にし、また日本も参考にされながらですね、このパンデミック、コロナ禍にですね、まさに世界中で対応していくということが必要だというふうに思うところでございます。いずれにしましても感染症です。人と人との接触、ここからどういうふうに身を守るか、そしてワクチンで、このという武器を手に入れるかということに、尽きるかというふうに思います。この点改めてお盆を前にし、事業者の皆様方にも、また利用者の皆様方にも間隔を取るなどのことについて改めて思い起こしてほしいんです。ぜひともよろしくお願いいたします。次、環境です。ゼロエミッション東京の実現に向けた取り組みで2点申し上げたいことがあります。まず水素エネルギーで走る燃料電池車、今の飛ばすもそうです、未来やホンダの車もそうでありますけれども、水素で走る燃料電池車はこういう乗用車やバスだけではありません。ゴミ収集車、これをですね、水素で走らせるという試験運用を行います。でこれは利用の音は利用の段階でこの CO2 を排出しない水素エネルギーの普及、拡大、そして実装化を進めているところですが、特に走行距離が長い業務用車両、ここでの活用というのは運輸部門の脱炭素化、それから水素利用の拡大のために極めて重要な要素なんですね。で都としまして、これは大学研究者による事業提案制度というのを予算の編成するときに、皆さんから都民のアイデアとか、それから大学の提案とか受けておりますけれども、その中の一つが実を結んでいるもので、港区と早稲田大学と連携して燃料電池ごみ収集車の開発に取り組んでいるという、その実を結ぶ例であります。で今回の試験運用ですが、8月の16日から来年、2月末まで、港区の六本木などのごみ収集ルートでこれを実際に、走行させて、ごみを収集する、そしてエネルギーがどれぐらい使われたかとか、作業性に、どうだったかというような評価を行うというものです。で燃料電池ごみ収集車ですけれども、 CO2 の削減だけではありません。走行時や作業時の音が静かだった静音性、これが向上しまして、ごみ収集時の環境改善にも貢献すると期待されています。で試験車両にはですね、水素をイメージしたラッピング、これ燃料電池のごみ収集車ということが分かるように、して走行時にはこれはまた PR にもなるわけです。でこの事業を通じまして、導入効果の検証などを行いまして、今後の普及を目指すというものであります。これが1点目で、2点目は都庁電力プランについてです。でこれはですね、卒フィット、太陽光発電などでですね、この電力会社に売って、売電していた、それがフィットという制度、これが終了することによって卒フィットということで、電力買取を、卒フィット電力の買取についてのお知らせになります。で都としまして、都有施設での再エネ 100% 電力、この利用を目指しております。で都庁電力プランなんですけれども、昨年度からこれは開始をしています。でこのプランにおいては、太陽光発電の固定価格での買取期間10年間が終了した、今申し上げたようにいわゆる卒フィット過程で発電されました余剰電力も活用するというものです。で卒フィット過程からの電気ですけれど、都のキロワットあたりの買取、として 1.5 円を上乗せした11円で行いまして、という施設への供給事業者であります出光グリーンパワー株式会社が買取を実際行います。で今年の10月から3カ年の買取を新たに募集をするというものです。で事業者の
ホームページで今月の16日から先着順で募集を開始しますので、ぜひ申し込んでいただきたいと思います。今卒フィットを迎える方っていうのは非常にこの、太陽光発電など環境に熱心な方々も多いかと思いますので、ぜひ有効に活用していただいて、この都のですね、脱炭素化再生エネルギー利用ということにまた改めてコミットしていただきたいと思います。それから東京ベイ ESG プロジェクトについてのなんだっけ、次がですね、東京ベイ ESG プロジェクト、これはもう前からお伝えしているかと思いますけれども、子どもたちとともにベイエリアの将来のまちづくりを考える取り組みということで、あります。で、これはですね、目の前だけではなくて50年100年先を見据えて、ベイエリアを舞台として、自然とそして便利さ、これがマッチした融合した未来のモデル都市を創造していくというのが東京ベイ ESG プロジェクトなんですけれども、これはまさに未来を担う子どもたちの視点が不可欠になるわけです。つまり50年100年を見ているわけですから。でそこで、都内在住もしくは在学しておられる小学生の皆さんを対象にしまして、ベイエリアの将来像を描いてもらう絵画コンクールを開くというもので、締め切りは9月3日であります。ぜひこの夏休みの絵日記の時にですね、東京ベイ ESG でこんな世界がまた街ができたらいいなというようなの、ぜひご参加いただきたい。でこの絵画コンクールで優秀賞を受賞された皆さんを、11月ごろにお台場にありますレゴランドディスカバリーセンター東京というところがあるんですが、もうまず見て、読んで、お分かりのようにレゴですね、そこで開催するイベントにご招待をするというものであります。で今度は絵を描くだけじゃなくて、次はこのブロックレゴを使ってですね、未来の街を制作、考えてもらう、創作してもらいたいというものであります。で子どもたちに制作していただいたまず絵画、そしてそのあとブロック作品ですけれども、未来の都市モデルの一つとして発信をするなど、ベイエリアの街づくりの検討に生かしていくというものです。で皆さんにはこの夏ぜひステイホームをお願いしておりますし、ぜひともおうち時間を活用してですね、この絵画コンクールにぜひ応募していただきたいと思います。制作企画局の担当となっております。それからこれも子どもたちの参加も期待したいところですが、シャンシャンの子ども、ごめんなさい、シンシンの双子の子どもがだいぶ大きくなりましたね。6月23日に生まれた双子のこのパンダですけれども、いよいよ名前を募集をいたします。2頭ともですね、状態は良好です。で体重の方はオスが1818グラム、メスの方がちょっと大きくて2888グラム、もう可愛いとしか言いようがない、その動画ご覧いただきたいと思います。ということで、なんで可愛いですよね。二頭ともあっという間にこう白黒がはっきり模様ができるなと、まあ、すっかりもうこうパンダらしいなということで、二頭ともあっという間にこんなに大きく育つようになりました。
で、名前の募集でありますけれども、募集期間は8月の7日から20日までです。専用のウェブサイトから名前をご応募いただければと思います。また上野動物園内にもなどにも応募箱は設置をいたします。公式サイトがあります東京ズーネットで詳細はお知らせをいたします。忙しいですね。夏休み絵を描いたりね、レゴで遊ぶ準備をしたり、あとパンダの名前、あれがいいこれがいいとご家族で、ぜひともこの考えていただきたい、皆さんと一緒に親しみやすい名前をお決めいただきたいと思います。それからですね、まず今まさに行われている東京2020大会ですけれども、今日がオリンピック開催の15日目であります。そしてあっという間になります。あさってのオリンピック閉会式まで2日となりました。これまで大会の運営はおおむね順調であります。ご協力いただいている都民の皆様方には心から感謝を申し上げます。そして多くの方々、テレビやネットを通じて選手の皆さんに応援、声援を送っていただいていると思います。日本勢のアスリート大活躍ですよね。で、閉幕まで、より多くのアスリートの皆さんが最高のパフォーマンスを発揮されるということを期待をいたしております。そしてその後がですね、24日からパラリンピックの開催となるわけであります。で、この夏のオリンピック・パラリンピック、以前から申し上げてますように、人々の希望の明かりとなりますよう、引き続き関係者と、連携をして万全を期してまいります。それから最後になりますが、一方でですね、大変気になるのが台風です。で、台風10号ですけれども、あさっての8日にはですね、東京地方と伊豆諸島に最接近する見込みとされております。で、気象情報、そして区市町村発表する避難情報に十分ご留意をいただきたい。それからそれぞれご家庭でですね、この台風が勢力にもよりますけれども、どうぞ危機管理として避難の方法などについても話し合って、早め早めの適切な行動を心がけいただきたいと思います。私の方から以上です。ありがとうございました。8月幹事団の毎日新聞社の古関と申します。2点質問があります。新型コロナウイルス関連で1点です。先ほど、事業者の皆様へということで、徹底した入場整理に関して要請をしたというようなご説明がありました。で、今回、この要請の対象なんですけれども、どんな、業界団体に、要請を出したのか、要請の対象はどんな施設になるのか。また、どのぐらいこう人を入れて大丈夫なのか、そのあたりはもう少し教えていただければと思います。対象はスーパーであるとか百貨店、それから集客施設などであります。いつもお知らせをするこのところでありまして、ただお店一つ一つも同じことなので、その規模の大きさとは関係なくですね、もうやっぱりデルタ株にどう対峙していくかということでありますので、かつてご協力いただいてきた検温したり消毒を徹底してもらったりというのが、いつの間にか消毒液が片隅に追いやられたりしていませんか、ということなどもですね、改めて点検していただきたいということであります。そしてまた人と人との距離についてもですね、あまり店内がガーッと混み合いますとですね、それだけ密の状態になっている。これまで3密についてもご注意いただいていたのが、だんだんもういいやみたいな話になってきている。ただそういうのはデルタ株からすれば
好ましい環境づくりになってしまうわけで、そういう意味で今日は要請文とともにですね、この富岳におけるさまざまな研究をですね、改めてご確認いただいて、それぞれの業態によって違うかと思いますけれども、ポイントは同じように感染防止対策でありますので、それを各事業所また団体の方にお願いをしたということです。で2点目、先ほどお話にもありました東京パラリンピックについてお伺いします。先ほど開催に関して万全を期していくというようなお話がありました。これから話し合いになると思いますけれども、その観客の定員をどうするのかについて、小池知事今どのようにお考えでしょうか。それともう一つ、聖火リレーの公道での実施なんですけれども、感染拡大している状況で可能なんでしょうか。その辺お考えをお聞かせください。はい、オリンピックがあと2日ということから、その次パラリンピックが控えているということを先ほどお伝えし、改めてお伝えしたところです。でもすでにアスリートや関係者の皆さんの入国が始まって、キャンプ地などに向かわれているわけであります。で水際対策、健康管理、行動管理など感染防止対策の徹底を図って安全安心な大会にしていくということについては、オリンピックでも同じことであります。また観客についてはですね、これも引き続き5者協議でオリンピックが閉会した後に取り扱いを決めることにいたしております。そしてまた観客、今観客についてはそういったことですし、また聖火リレーについても同じようにどうやって安心安全な大会とするためのそのためのこの聖火リレーでありますので、同様に対応していくということであります。月間パラリンピックも出して非常に熱心に取り組んでいただいております。このパラリンピックの成功のためにも安全安心を守るという、それらをよりしっかりとした対応策が必要だと考えています。ありがとうございました。で各社の質問に移ります。質問がある社の方は、知事から指名を受けて、社名氏名を名乗った上で質問してください。時事通信の斉藤です。昨日、都内の新規陽性者の数が、5000人過去最多となりました。これについてまずどう受け止められるのかということと、それからこの5000人に達して、医療が逼迫しているというこの状況に至ったことについて、その都のこれまでの対応や措置が十分だったのか、その点についてお願いします。はい、昨日は5000人を超えるということで、多くの方々も昨日大曲先生が1000人に1人の割合になっているとおっしゃっていました。身近な方で感染をしたという例も皆さんも聞き及ぶ比率が高まってきているのではないかというふうに思います。そのためにもですね、以前からデルタ株は手強いということでお伝えをしておりましたけれども、まさにそれが現実にですね、感染力の強さをまざまざと見せつけられる思いであります。それに対してこれまでもお願いをしてまいりましたけれども、デルタ株への置き換わりが進む中でですね、新規感染者数を減少させていくことが、ここがそもそもの医療の逼迫や社会のこの不安につながっているわけでありますから、これも人と人とのこの何て言うんですかね、
つながりの中で感染が伝わっていくわけでありますので、人流の抑制に向けた皆様一人一人の意識取り組みが重要になってきます。で、都として強い危機感を持って人流抑制、基本的な感染防止対策の徹底、ワクチン接種の推進を進めてまいりました。で、何としてもこの抑制、感染の収束ということに対して都としても改めて全力を尽くしてまいります。昨日モニタリング会議の方でもこのような緊急医療体制についてのお話がありました。改めて医師会、保健所、そして医療機関と情報共有をしっかり行う、意見交換も行う、そして医療機関の役割を明確化するという対応方針をまとめたところであります。で、先ほどもポンチエで、こうまとめたところがありました。軽症、中等症、それから重症、中等症、それぞれの病院もですね、約170人を超える病院の皆様方にご対応いただいているわけで、そういった機能を改めて確認をするとともにですね、役割、それはすなわち役割分担になりますし、また宿泊療養施設の重点化、自宅療養者のフォローアップ体制の拡充など、医療資源というのはそもそも限られている中においてご協力いただいている、それをより効率的に生かすことによってですね、この感染者が増大する中において、それらをしっかりと守っていくということです。ただ感染をしない、させないのは一番ベースになりますので、その点で先ほども申し上げましたように、デルタ株の改めての対応を事業者、そして個々人の皆様にお願いをしたところでございます。第4波の後にの都の対応、それから措置で足りなかった部分とか反省点というのはありますでしょうか。そうですね、いかに効率よくこうその感染のされた方々の声を受け止めたり、それをどうやって、必要なところに、医療が必要なところに、この回していくかなどだと思います。で、基本的に、この人が足りないとかですね、またワクチンと同時に行っているという現状、これも以前からそのワクチンの接種と、それから感染症対策と両方にその医療者が必要になってくるわけで、そのあたりのですね、ご協力度合いなどもですね、よく考えながら進めていく必要があると思っております。どちらも必要なので、本当に医療従事者の皆様方には、昨年来現場で、このお盆休みもなく、奮闘していただいております。それがためにもですね、感染をいかにして抑えるかという、そもそも論に戻ってくるかと思います。それらのことをまた徹底をしていくということかと思います。で、医療者の皆さんは早々にワクチン打っていただいているわけですね。で、医療者の皆さんの現場で、やはりこの感染、やまたそこで何らかの、医療者の方々の重症とか何かが起こっているかということについては、あまり聞いていないということですから、やはりワクチンの接種ということも重要なポイントになってくるし、今40代50代の重症の方々の比率が高いというのも、高齢者の分の比率がそちらの方に行っていると、そして大体既往症の方々、または若い方々も何も既往症がないのに、その重症化されると。で、そもそもその若い方々がこれまで自分は健康だと思っていて、あまりチェックも受けてない方もおられるのかなというふうにも考えます。ご自身の健康ですから、自分はかからないと思わないで、若い方でもおかしいなと思ったらご相談いただきたいし、それからワクチンの接種もしっかりやっていただきたいと
このように思っております。これまでもずっとその確保病床という形でやってまいりました。改めてそこのですね、その点をそれぞれの医療機関の皆様方に新たに改めてお願いをし、また機能別に分けることによってよりこう実効性ある医療ケアにつながっていくというふうに考えております。朝日新聞の梅沢です。コロナ対策と五輪のことについて伺いたいと思います。まずコロナ対策のことなんですが、今週から東京都の職員が警察消防と一緒にですね、要請に応じていない飲食店に対して直接働きかけを行う事業が始まりました。警察が一緒に行くっていうことはですね、受け取る側からするとやはり威圧的だというふうに感じる方もいらっしゃると思います。去年、府営法根拠に警察が夜の街に、呼びかけに入ったときも締め付けであるとか、健康意というような批判もありました。やはりここは東京都の職員だけがまず説得にきちっと行くという形を取られてはいかがと思いますが、このあたり知事のお考えはいかがでしょうか。ご意見として伺っておきます。もう一点ごめんなさい、五輪についてなんですけれども、無観客になったことで、チケット収入というものがなくなりました。この問題に関してなんですが、組織委員会の赤字補填については、東京都の方でこれ一義的に補填するということになっています。以前にもこの話については東京都の幹部も説明されていましたが、東京都が一義的に負担するこの考え方についての知事の今の率直なご意見を聞かせていただけますでしょうか。取り決めは取り決めでありますが、今まさに大会が行われ、そしてこの後はパラリンピックが行われということで、それは決算の時点の話になってくるかと思います。その部分のチケット収入だけではありませんので、いろいろな決算をした上でということになると思いますので、その際は関係者が揃って協議をしていくというこのような仕組みになっております。決算が決まった上で東京都が一義的に負担するという考えはないんですか。いや、それはですから取り決めの中で決めて、もうすでに決まっていることでありますが、そもそもまだ決算も行われていないところか、現在 INGK で進んでいるわけです。使ったもの使わないものそれぞれのことを決算でまとめていくということになろうかと思います。はい、ありがとうございました。東京新聞の小倉です。よろしくお願いいたします。先ほどもご説明ありましたけれども、都の緊急時の新たな医療体制のことで伺います。症状が改善したら早期に退院することですとか、自宅療養や宿泊療養の医療的なサポートを充実させるという内容ですけれども、今自宅療養者だけでも1万7000人ぐらい、まだ増え続けると思いますし、宿泊療養とか入院待機中の方も合わせると相当の規模の患者さんになると思います。そうした方をケアするために、こう医療スタッフはどれくらいの人数が必要だと、見込んでいらっしゃいますでしょうか。あと、そもそもコロナ患者を受け入れている病院でも医師や看護師の確保が厳しいと思うんですけれども、どのようなスケジュール感でその医療スタッフを、確保して、またいつからこの新たな医療体制を始めるお考えでしょうか。医療従事者の方々には本当に昨年2月のプリンセスダイヤモンドプリンセス、以来ですね、いろんな形でもう張り付いていただいているような状況であります。心から敬意と感謝の念を示したいと思います。また一方で、こうやって、感染者が増えてくる、それによってですね、医療施設は急に増えるわけではありませんが、これまでも確保病床という形で、国などからですね、そのため の費用も払いもしてきたところでございます。そういう中で効率よく、そしてまた必要な医療ケアが
が必要な方々に、その医療が届くように、していかなければなりません。これまでもいろいろと工夫などもしながら、またフォローアップセンターの充実ということで、また人も増やしております。またそれらについての受け答えなども工夫をしてやってきていると現場からそのように聞いております。宿泊療養施設についてもやはりそこでのこのケアの仕方の工夫、それから、元に戻りますけれども自宅における方々の往診についてのそれによって投薬などができるとさまざま工夫を重ねてやっていくことに尽きるかと思います。自宅で、そしてまた特に家庭内が増えていることによってぜひとも宿泊療養をもう少し活用できないかということは現場の方にも何度もこの指示をしているところでありますし、またよりそれを宿泊療養についてもですね安心していただけるような体制づくりということを工夫を重ねていきたいというふうに考えております。デルタ株といっておりますけれども、ついこの間までインドでは毎日40万人の感染が確認をされてきたわけであります。また今も英国もワクチンを打った上で規制緩和をし、一方で3万人の感染者が出ているという中で、それらについてもさまざまそれぞれの地域の保健医療のこの制度が違ったりしますけれども、それらの方々に対して必要な医療ケアなども進めてやってきて、そういったことも各国の例なども参考にしながら、緊急時の体制の移行も含め、相互に連携しながら体制の確保を図っていきたいと考えています。その開始時期なんですけど、どれぐらいを見込んでいらっしゃいますか？いや、すでに始めていますし、病院172の病院の皆様方にご協力いただいている中において、機能別でですね、重症、中等症、それから中等症、軽症。軽症っていうのは、ここはお年を召して一人で毎日の生活ができないような方で、軽症の方に病院に入っていただくということは可能かと思います。ですから、いろんなの事例がその人によって体調そして環境が違いますので、それらを受け入れるということで、それぞれの機能別での病院に一つずつ移行や体制などを伺って今進めていると、まさに ING 現在進行形で行っているということです。共同通信の小島です。昨日のモニタリング会議で、夜間の滞留人口が先週の後半から増加に転じているという指摘がありました。知事として、この増加に転じた要因をどう分析されているのか教えてください。また先週の記者会見で知事は、五輪はオリンピックは、人流の抑制に一役買っているという認識を示されましたが、その認識は変わっていないかどうか教えてください。後の方のご質問は私はそうだというふうに思っております。さまざまな方がこのオリンピックを応援をしておられることがステイホームにもつながっているとは思います。それからこれもそうなんですけれども、むしろテレビ局の皆さんここにおられますので、ステイホーム比率と視聴率の関係とか、むしろ研究していただければ教えていただきたいなというふうに思います。それから
人流が少し増えているということについては、これはまさにそれこそどういう形でどういう世代の人がというのを確認していきたいというふうに思っております。人流、人の流れの調査もこの世代別というのが出るということも調べ方によって出るというふうに聞いておりますが、地域によってですね、また早い話、銀座に出るのと六本木に出るのと歌舞伎町で世代が違ってきておりますので、それによってまた人流も今のこの動きにさまざま変動がありますので、全体としてまた増加に転じているか、またその日によってまた日々動きが違いますので、それをそれぞれ参考にしながら、この人流そのものの動きも含めて、ミクロとマクロで見ていく必要があるというふうに思っています。日本テレビです。東京都のワクチン接種会場のことについてお伺いいたします。今都庁の方では45階の展望室、北と南両方2カ所、設置されていますが、特に北の方なんですけれど、6月7月の時は本当に多くの方々行列されていたんですが、今月に入ってから私も定期的にあそこを見させていただいているんですが、だいぶ人が減ってですね、今日なんかもほとんど受けに来られている方っていうのを確認するのが、本当まばらな感じでした。やはり北の方なんですけど、東京2020大会の関係者であったり、都内の医療従事者というふうに対象がある程度絞られている関係で、きっとそこが進んだゆえだとは思うんですけれど、せっかく東京都として接種会場を設置している中で、今後例えば対象を広げていく、変えていく、やはり都内でワクチンを受けたくても受けられないって言っている世代にこう拡充していく、そういった見直しの予定はありますでしょうか。東京都が主体的に行っている接種会場はもちろんこの都庁だけではありません。むしろ8月の2日から大学で増やしたり、大学の関連で増やしたりと、むしろその東京駅の地下、漁港通りの地下なども含めて、むしろ増やしているところです。今ご指摘のあった2020大会関係の方々やそれから医療従事者の方はほぼ終了しているかというふうに思います。医療直接の医療ではなく、またそれに関連した方々には引き続き打っていただいているかと思いますが、ですから、この新宿だけの話ではありませんので、今むしろ拡大をして、そしてよりその業種によってはですね、行きやすい場所がそれぞれ違うかと思いますので、それらについてはよりこれから世代を分けて、広げ若い世代にということですので、それらと、それから職域の方もですね、またこのワクチンの課題などもありましたけれども、また進めていくというふうには聞いておりますので、それらとうまく連携しながら進めていくことになろうかと思います。やっぱりゲームチェンジャーのワクチンというのは、さっき申し上げたイギリスの例も一つでありますけれども、いかにして増やしていく、それからワクチン2回打ったのにまた感染したという例がありますけれども、重症化は妨げられていると、抑えられていると聞いております。やはり受けていただくのが何よりも社会全体の安定と、それから経済活動につなげることができる今ある唯一の道ではないだろうかというふうに考えております。この夏休みの時期ですから、特に有効に生かして、感染の防止を抑える方とワクチンの接種とこの講習ともに進めていくということをポイントにしていきたい。
こう考えています。以上です。本日の記者会見は終了いたしました。小池知事の記者会見はこれで終了しております。繰り返し申し上げます。小池知事の記者会見はこれで終了しております。